というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ、先ほどですね、うん、結構あの終盤にヒートアップいたしましたので、はいはい、一旦ちょっと熱を冷ましまして、うん、落ち着いた段階で、うん、まあ、スタッフさんが何を思ってるのかということ、まあ、だから今度はそのした行為によっての、はい、この周りの反応の方をちょっと、ね、そうですね、いろいろ見て周りが何か、うん、落ち着いて喋りましょう。これね、ただ僕ちょっと気になることは何でしょう、はい、この大さんと岩さんは、うん、はい、まあ同時押ししてやってたわけですよね。まあおそらくそうだと思います。まあだからディスコないし、うん、まあ LINE 電話っていうのかな、まあ普通に通話とかを通話しながらやってたんだよね、はいはいはい、まあじゃないと合わせない。ここをちょっと情景を思い浮かべて、情景ですか、まあ、どんな感じだったのとか思っちゃった、うん、じゃあまあ仮にじゃあ僕が第3だとすると、はい、まあ、じゃあ翼くんが岩さんだとしますよ。まあ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 、だから非常に、はい、じゃあ岩さん行こうか。はいはい、じゃあ同調しやで、同調しね、同調しよ、うん、オッケーオッケー、いい、うん、あるあるやで、はいはい、オッケーオッケー、1,2,3 はい、あずれちゃったこんな感じかな。なるほどね、まあ、もしかしたらこの可能性もあるよねこの可能性ありますだから毎回だから 1,2,3 まあね 1,2,3 1,2,3 ってこれたまに変顔出ちゃったりしてる3の対象、そういうことやってたって思うとちょっと笑ってちょっとなんかいろいろ混ざってんだけど、うん、3で変顔とかさ、あるあるとかさ、まあいいけど、そう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 、これ面白いからこういうとこ僕のこと食いついちゃってね、どうしてもすげえどうでもいいとこだ、そうそうそう、まあでも確かに裏ではね、そういうことをしてたと思います、うん、やってたわけですよ、はいはいはい、かけ声をかけてたわけですよまあ何かしてたら、うん、いくいくは100を得るために掛け声を毎回かけてたわけですまあ掛け声で100が得れるようになるね、まあそれはいいとしてまあ別問題だ、はいはい、うん、でまずね、うん、なんだろうな、はい、やっぱりこの第3を、はい、まあやらかした第3を、うん、擁護する人たちっていうかね、うん、まあ結構見た気がします。これは大きな間違いなんですね。言い切りましたね。大きな間違いだと思うんですよ。なるほど、はい、うん、でまあ、はい、そうですね、サキ、うん、さんを、うん、まあ晒しだなんだという人たち、うんうんうん、これも、うん、間違いだと僕は思うんですよ。断言ですか、うん、はい、だから前にもさっきも言いましたけど、うん、まあ関係者ですよね、うんうんうん、これはまあ要するにレジェンド隊の人たち、この人たちはみんな被害者であって、うんうん、何を言ってもいいんじゃないかって僕は、はいはい、だからもう本当にこの第3の行為っていうのは、このレジェンド、うん、まあ、PVP というのを真剣にやってる上で、うんうん、まあ、一生懸命レジェンドを目指して頑張ってる人たちを含めですね、はい、冒涜したわけですから、まあね、そこを目指して、うん、だからこの人たちがふざけんなっていうのはもう何でも OK だと僕は思うんです。まあ思っちゃいますしね、うん、はい、であとやっぱり運営のせいだっていう声もありましたよね、はい、ああ、まあそのシステム的なと、うん、はい、これはもちろん間違ってはいないと思いますよ、はい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 、そういう穴をね見せちゃった状態でこれをやられたわけですから、うんうん、だからそれはもう間違いない、はい、うん、ただね、なんつうのかな、本当に外野外野って言いますけども、うん、本当に外野のやつらが結局なんか広めちゃってるな、僕はそういう風に感じたんですよね。外野の方のせいでということですか。いや、そうです、はあ、僕は本当に思うんですけども、はい、一生懸命やんない、うん、PVP をやってない人たち、うん、まあ、要するに報酬を得る、はい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 、うん、ポイントだけ取ればいいやって人たちは、僕はこのことに関して一切何も言っちゃいけないと思うんですまあ関係はない、特にサキさんの行為に関してはね、ああ、そのさらさらさないということ、うん、そういうこと、そういうこと、はいはいはい、で、これ本当にね、僕はあの PVP、うん、みんな同じギルドじゃないですか、ダンマンダン、はい、ジョイン、これ本当一周回ってこの行為によってダンマンダンレジェンド隊多いよなとね、うん、こいつらもやってんぞって話になっちゃってるんですよ。あ、それ憶測で、憶測です、これごちゃんでそうなっちゃってるあ、本当に、まあ、誰かが言ったんでしょうね。まあ発端はいるでしょうね、うん、それはまあおそらく本当に誰かなんですよ、はい、がその話題を2ちゃんに5ちゃんに振りまいて、はい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 、それが盛り上がるのを待つやつが仕込みを入れてきやがるんですよ。あ、種をまいたとね、アツシとか、いや知らん、大体アツシとかやってきますから、そのまま名前なんてもんじゃね、人のことは分からない、だからこういうことによって回り回ってダンマンダムやってんじゃないか、はい、そして談合という言葉が目につきましたね、あ、よく見ますよ、はい、はい、うん、これね、僕ちょっと言いたいことが、何でしょう、僕は、うん、身近でこのダンマンダのメンバーがレジェンドに行くために頑張ってるのを見てきて、うん、ああ、それはね、一番近いです、ね、で前回で言うと団長は涙を飲んでるんですよ、レジェンドに、そうですね、うん、引退するかもって、そんな話までしましょう、やってました、はいはい、悔しいって、こんなに行かれなかった、はいはいはい、でユンさんだって今回、うん、レジェンドに行かなかったら坊主にする、うん、やってました、ね、必死にやってましたよ、はい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 、ね、言ったはいいけどやっぱ坊主は嫌だな本当に嫌だな、そうなるわけです、はいはいはい、だから成し遂げたでしょ、うん、成し遂げました、うん、だからこれでね、まあ何回結局、うん、ポイントを上げ合ってるだ、はいはい、なんだって話になりましたよ、はい、でも僕はこれを本当にみんな真剣にやってるのは見てきてます、うんうんうん、ね、で、うん、まあ引っ張ってるなんだって、うん、じゃあ僕もこういう疑いは、うん、これはさすがにちょっと濡れ衣なんですね、ああなるほど、うん、だからこれ僕恥ずかしながら、恥ずかしながら、恥ずかしいです、これ僕全裸になるより恥ずかしいもの、そんなに恥ずかしいことあります、僕は今見せちゃう、何ですか、これまず僕の戦績です、こちらがスタッフさんの戦績、これ見てみ、はい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 、やってねえんすか
やってたらこうなっ負け越しちゃった負け越しちゃったこれ僕ねマスター1とかまで行ってますよ。はいはい、行ってるけどまた落ちたりするわけです、はいはい、まあそこね、これやってんだったら僕とっくに引っ張ってもらってますよまあそう、ダンマンなんがそういうことするのがあればね、誰かが言いますよ、はい、恥あたりが、はい、引っ張りますよ。ああこれだって恥この後問題起こしちゃうこれね恥はね、はい、やらかすのよただこれ恥が言った時っつうのはまだ発覚してないんです、はい、ああその今回の件がですか。そう今回の件が発覚する前に、だから私はレジェンド行きました、あとはみんなに忖度しますって的にこういうことを言ったと。そうなんですよ、はいはいはい、であとユンさんも途中、うん、マスター1のもうレジェンド目前の時に、うん、ユン忖度してくださいっていう名前でやってたんです。ほう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 。でもこれはあの単語とかそういうんじゃないですよ、だって、うん、マッチング合わせてないですから、うん、まあそうですね、全然違う人とも当たるわけですし、はいはいはい、もちろんポイントも落とす、はいはいはい、ただやっぱこれはね、うん、あの運営が今回のフェーズから途中からですよ、うん、先週の火曜日か、うん、テコ入れしてきて、うん、あの要は相手の対戦相手、うん、対戦相手の、はいはいはい、突然状況と現在のポイントが出るようになったんです。だからこれあと1ポイントで、あと1勝でレジェンドってなった時はこのレジェンドの人たちってやっぱり情が出ますよ。まあ自分らもうね生きてますから、はいはいはい、そうだからこれはね例えて言うなら、まあ、かつて、うん、はい、相撲のあの五条会と一緒です。大関五条会、まあ、これ7勝7敗の大関がいます、うん、はいはい、で千秋楽大関同士で当たります、はい、片方が勝ち越してたら7勝7敗負け越したら次まあ要するに角番になるし下がっちゃうわけです。角番だったら大関陥落ですよ、うんうん、ここね暗黙で負けるんですね。ああ、あるんですね。これが五条会ってやつ。はいはい、勉強になりました。最近は相撲界それなくなったのも聞くんですけども、はいはい、まあ、まあこれと一緒、うんうんうん、情が出ます、はいはい、でレジェンド隊ってやっぱり人数が少ないから、はい、本来絡んだことない人でも、もうなんつうのかな、戦ってる中でライバル心から今度ちょっと芽生えていくんですよ、そういう仲間。戦友的なね。そう、はいはいはい、こういうのをまず味わったことない奴らが、うん、奴らね、いや、ああだこうだ言ってるわけですよ、うんうん、まあそこに関しては確かにレジェンド言ってない方も。そう、もうレジェンドに行くっていうのが目標だったら 16,900 ポイント、はい、もうここでやらない、うんうんうん、っていう人、はい、あとはまあちょっとみんなに忖度してやろうかぐらいの、うんうんうん、これやり方だって別に僕は間違ってはいないって思うんですよ、はいはいはい、一生懸命やった挙句です、はいはいはい、もう順位は気にしない、ここに行くのが目標だったら、うん、ね、そこからトップボードを狙うわけじゃないっていうです、ね、そう、はいはいはい、それをね、なんかあだこだ言われるの、この努力をしてる人たちがどんなことをやってるかっていうの知らない連中が言ってるわけですね、うんうん、まあ実際ね、まあ、本当にこれしんどいです、はい、これ僕ら塗るチームですよ、僕なんかね、はい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 、もうマジやってますよ団長とかさっきさ11時にならないと出てこないからね。あ、もうだから PVP やるまで。そうですよ、団長麻雀好きなのに、はい、そっちを優先してましたよ、やっぱり麻雀やりたいけども PVP やんなきゃって、そのぐらいみんな真剣にやってる、時間も割いて、そう、これを僕は身近で見てる、はいはいはい、でなんなら僕は引っ張られてないでしょまあ引っ張ってて負け越しだったらね、いや、まあこれちょっと言い訳すると僕の負け越しはこれちょっと行き過ぎてて、はい、まあもうちょっとなんつうの、嫌なパーティーはもうどんどん交差するんですよ、はい、はい、言ってますね、そう、あとまあやはりこのシステムを使って、はいはい、階級が上がった直後は相手選びますから、うん、うんうんうん、それはそう、面倒くせえのパスしますよ、はいはい、そうだわ、はいはい、だからまあこういうことになるんだけど、はいはいはい、うん、だからまあ本当にダンマンなんてね、はい、もうやってないからね、うん、マジで皆さんやってる、やってない、真剣にレジェンドまで上げてますから、はいはいはい、これはもうだから不正というか、なし、ね、不正なんか何もしてない、はいはいはい、まあこれ僕も見れば分かるでしょね、これ普通だったら僕に情かけますよみたいな何にいるんだ、いや分かんないの、ダンマンの中でスタッフさんがめちゃめちゃ嫌われてる可能性がある、まあ、その可能性があるね、これはまだ言われるから、そうあいつめちゃめちゃ嫌われてる、こいつをレジェンドあげたらバレちゃう、そう、まあ、ここをやっちゃうともうダメだ、そう、はいはい、まあ、まあそれもあるけども、まあ実際こうやってね、まあね、だから僕にフェアプレッシャーをくれってめっちゃフェアプレッシャー、なるほどね、こんだけこう煽られるとこにもいて、仮にもダンマンだこんだけ負けてますプライドも何もないは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 い、まあでもこれが本当のね、うん、リアルですから、でまあね、はい、まあこのポイントばらまき行為、はいはいはい、これを咎めるんであれば、うん、あの下の方の階級でポイント稼いでる連中も咎められるべき、同じだって言ってるやつがいるんですよ、これすごいありましたね、いやバカなのちょっとまあ抑えましょう、抑えましょうね、いやバカでしょまあまあいいですね、静かにローテーションいきましょう、わかります、はいはいはい、下でポイントを稼いでるやつらはちゃんと戦ってますからね、わかります、うん、で降参とかやってないんですよ一生懸命戦って、ああまあね、はい、なんでこれを一緒っていうのが、うん、まあね、そのなんかなんでしょうね、はい、これはねちょっとおかしすぎるんじゃないか、まあなんかこう結構レール外れたような気はしますね、そう、はい、ほんでなんか晒す行為どうかね、戦闘力がかかってなんだかかってるだかかってねえだって言ってる人もいましたよ、うんうんうん、でもこの晒し行為ね、まあこれさきさんのほんと必死にやってきたからこそこうやって犯されたっていうんです、はいはい、そうですよね、じゃあ仮にですよ、はいはいはい、戦闘力ランキングってありますね、あります、あります、これを不正で上がって、うん、急にわけわかんない、うん、1に1位ってきたら、
この上の連中何も言わんのかって話です。いや絶対言うんじゃないですか。言うでしょ、はい、晒しますよね。いやまあ晒しますし、なんならそのギルド大会でね、ギルドの貢献ポイントの時もこんなことあったじゃないですか、うん、セリカーありましたありましたありました。絶対行われるわけですから。そうおかしいだろこれって、うん、はい、何を言ってんの。なんかすごくこれね、はい、なんつうか自分だけが正義じゃないけど、うん、ちょっと自分を棚に上げて物を言い過ぎてる人とかも目につくんですね。なるほど、まあ、ツイッター上の意見として、ね、そうそうそう、はいはい、で中にはこんなの見ましたと、はい、まあ、こういうことってさ、うん、関係ない人ってあんまり言うべきじゃないよねと、うんうん、エビがピチピチ言ってお前どの面下げて言っとんじゃとこれわかります。エビはとんでもないところ跳ねてきますよいつも。だからこう過去にいっぱいありますよね何を急に言っちゃってんのと。改心したのかなこのエビは。あーなるほどね、人から人皮じゃない人から向けて甘エビになったかな人から向けたら甘エビになるの。 そこもちょっと甘エビになった、甘エビになったのかな。改心したのか分かんないですけど、はいはい、なんか過去のことを棚に上げて言ってますね。まあね、味方によって。え、何言ってんのと。お前湧いたよねいっぱいってな、跳ねたとか湧いたとか海に帰れって僕言いましたよありましたよ、はい。こういうやつがわけわかん。まあ、あのね、特定のっていうか、まあ確かにいらっしゃるのは多いから。で、それとね、はい、まあ、なんだかんだといろいろとやらかすハジーですけど、まあハジーが今日だかな、はい、昨日だかな、ツイートしましたよ。うん、まあこういう運営がなぜか対応したんですね。はい。あ、そう、なぜかっていうか、まあ。なぜかというか、早かったんです、今回に関して。思ってる早かったって言いましたね。早かった。まあまあ、とにかく対応しました。だから、はい、まあ、うん、次回から、うん、まあちょっと、はい、まあ、確認はできましたと。はい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 。で、次回から、うん、こういうことがあったら、うん、まあアカウント番内停止なり、うん、なんちゃらかんちゃらって書いてありましたよ。はいはいはい、でそれに関してハジーが、はい、まあ、言いましたよね、はい、まあそうだよなと当たり前だよなと。そしたらなんかそれにまた湧いてきました一人、はいはいはい、過去になね、もうなんつうのかな、過去のことを掘り起こすのやめませんかみたいな、うんうん、まあ、そんなツイート出てきました。これまあ上げてもらっていいんですけど、はい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 、いや何言ってんのって、今日運営発表してますって、うん、もう過去のことでも何でもない掘り起こしても何でもない今のリアルを言ってんですこのハジーは。はい、まあそうですね。何この湧いてきたって誰これって僕は思ったんです。はいはいはい、これいろいろ調べたら、はい、アツシじゃねえこれ、キリトアツシ。これ何言ってんのかな。違え違え違え、それはそれは違えですよ。いやびっくりしたこれ誰こいつって全然知らんの出てきたからね。はいはいはい、はい、そしたらアツシですよ。いやだからその名前に関してはなんだろう、最近なんかもう崩壊しちゃったもんだから出るわけねえから、これアツシが言ったんかな。それはちょっと誰か、またあそこがなんか言ってるよ。いやいや分からん分からん、ね、そんなことはないと思う。タンバンダーの連中がまたぐちゃぐちゃ言ってる。違うと思うんだけど、誰か行けってそこからされて出てきたのはこいつなんだ。違うと思うね、まあまあ、エビが跳ねてもあまり効果ねえから。エビはもうバカというレッテル貼られてるから。そんな二の矢三の矢じゃないんだから。いやそうなってんじゃないかここ、まあ、あくまで予想ね。ほんとだからちょっと僕は今回に関しては、うん、まあこの人もそうだし、うん、あともう一人もね、うん、2名ほどちょっとなんかズバ抜けたバカがいたなと。ズバ抜けちゃって、ズバ抜けちゃった。うん、エビの時も言いましたけど、喋れば喋るほどバカがにじみ出したやつっているでしょ。まあ、でも自分じゃそれ気づかねえから、さも正論言ってるように言うのなんつうか自分がルールじゃないけど、じゃあこうした方がいいんじゃないかなとか、こうしてあげるよとか言っちゃってるノリノリ、うんうん、わかります。でもめっちゃ空回ってんだよね。まあなんともね言えない。何を言っちゃってんのか、はいはいはい、なんでこんなね貝の戦いが一生ってバカ言ってんじゃないよ。そしたらお兄ちゃんどうすんだってずっと売る動画で頑張ってましたから負けも覚悟でもうずっと売るのが、ね、その後にいろいろとキャラを入れたあれアイコンできましたからね、はいはいはい、その前からあそこあったらね、ギルド大会だってずっと売るのが使ってますから。すごいあの信念はね。そうですよ、これが実ったんですよお兄ちゃんはね。わかります。前の勝ちもくれってぐらい思ってますよ。もうそこは本当にこっから100ってちょっと思ってますこれ。なるよそれは。まだやんなきゃいけないのね。全然違う。だから本当に今回はちょっとね、はい、うん、ツイートでもうバカがいっぱい出てきたな、うん、まあね、本当いろんな意見があるからこそということなんですけど、うん、だから僕本当にお願いしたいのは、はい、松バカにさんもう一回出てきてほしいな懐かしいな。そうでもね、僕は立派だなと思ったのは、はい、あのユンさんはほら、坊主になりたくないっつう一心でまあ行きましたよ。はいはいはい、まあ、かつてなんかいましたよね。ここがこうなんなかったら引退するっつって直前で撤回したやついましたね。撤回したっけな。撤回した挙句そうなって、はい残念になりました。あれね、そうですね、あれ一番ダサかったね。まあそのなんかあれ最後まで行ってもうよしってなった最終日に変わったら、うん、うわー持ってるなってなったのに、ね、まあまあまあ、あの前日にビビっちゃってね、うん、いやいやいや、でそこ松バカに出てきた松バカに。だからもうもう掘り起こさんでいい。エビはいらねえけど、まあ、松バカに出てこい。甲殻類で攻めんでいいよ。松バカに来い、まあ、ちょっとそういう感じで、はいはいはい、だからもう本当にこれね、うん、関係ない奴らは黙ってろって言ってるお前が関係ねえんだよっていうのは僕は一番いいと。はいはいはい、はい、まあそういうことですよ今回。まあまあまあね、ブメランだからもう本当にこのやらかした大さん、はい、まあそれに付き合った岩さん、はいはいはい、でまあこの晒したさきさんが、うん、そんなの関係なくこの周りの連中のバカさ加減ばかりが目についた、ね、本来こっちだったんですね。いや本当そう思いますよ、はいはい、前回のが振りだったわけだ、うん、はい、あのもうなんか本当に僕なんか前回言ってるでしょ、関係ない
ネの首突っ込むくんが一番うぜんだまあそれは本当よく聞きますね。まあ炎上するのだって誰かが拡散するからそうなるわけですよ。まあね、そいつもバカなわけですよ、簡単に言うと。ツイートしたやつがバカなんですよツイッターにおいて。そう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 、はいはいはい、そう思います。だから本当にね、はいはい、なんだろう、うん、ちょっと一回自分の地頭を考えた上で、うん、ツイートした方がいいんじゃないかな、冷静になりましょうということですよね。いや、そう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 、そう思いますよ。まあそういうお話で、だから今回もうなんかもう大騒動大戦争とかなんかよくわかんないけど MVP の大問題関係なく、外野のバカさ加減に僕はもう一言言いたかったっていう、まあそういうことですね。2つをかけてここが気づいてないやつが多すぎるわかりました、わかりました。毎日ツイートしててね、はい、いや、まあわかんないですよね。まあまあそういうことですよ、はい、よく噛まずにね、はいはいはい、すごかったです。はい、というわけで止まりさました翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。